阿寒湖温泉は、環境省さんによる国立公園満喫プロジェクトおよび、観光省さんによります観光立国ショーケースの候補地の一つに選ばれています。この2つの施策には要はインバウンドのお客さんを増やしていこうという施策でございまして、阿寒湖温泉は今現在ですね、中国系のお客様は多いですけれども欧米系のお客様は少ない。でこの欧米系のお客様を呼び込むにあたってどういったコンテンツが必要かと考えたときに夜のイベントを開催しようということになりました。でその一つが今回の阿寒湖の森ナイトウォークカモイルミナでございます。分かってもらえたかの、駆けすを追ってこの森の先へ進むんじゃ。まだ分からなければもう少しここに。カモイルミナは阿寒湖温泉に伝わるアイヌの伝説を題材にしたストーリーになってまして、フクロウの神様が人間社会の危機を救うためにカケスという小鳥をメッセンジャーに立てる。でそのメッセンジャーのカケスを手助けして我々がこのナイトウォークに参加するというものになっています。カモイルミナのストーリーには、自然との共生というメッセージが秘められておりまして、大人から子供まで日本人から外国人の方も分かりやすく自然との共生を体感していただく内容となっています。カモイルミナはゾーンごとにマッピング映像が流れますけれども、そのマッピング映像に関しては実際に実装される前に我々はパソコンの画面で確認してました。でそのパソコン画面で確認してた小さな映像が実際のカモイルミナのコースでは大きなメッシュスクリーンに映し出されますけれども、その映し出される映像はもうパソコンの画像そのままに、いや金色とか繊細な色はもう全くパソコンで見る映像と同じで、我々は非常に感動した次第でございます。今現在では SNS 等のコメントを見る限りネガティブなコメントは一切なく、ポジティブな意見が多くてですね、実際に行ってみて想像以上に素晴らしかった、またお友達に紹介したいというような内容で我々は非常に嬉しく思っております。